橋本宇太郎3月昭和13年7月7日は日本の実業家。大日本ビールの常務取締役を務めた。公募を扱う技師から常務に出世した明治大正期における郷土出身の立志店中の一人である。東京府平民。厚生大臣、文部大臣などを歴任した橋本良吾の父。内閣総理大臣を務めた橋本隆太郎。 高知県知事を務めた、橋本大二郎の祖父。衆議院議員の橋本学の総祖父。橋本源三郎の長男として、岡山県下道郡進化村の旧家に生まれた。たびたびの高橋川の洪水に見舞われ、家は流され、田畑は、荒れ、非常に貧乏だった。農民だった宇太郎は、わらじを作って、旅費を稼ぎ、明治20年、20歳の時、 男子一び共感をいず、こうならずんば二度と強度にまみえずと意を決し、東京へ出た。東京では苦学立校、新聞配達や牛乳配達で生計を立て、雪を噛んで空腹を癒し、新聞の布団で寒さをしのぐなど、地のにじむような苦労をした。明治27年東京工業学校機械科を卒業した。馬越京平に見込まれ、日本ビール株式会社に入社する。 明治33年、醸造業視察のため、欧州各国に派遣される。明治38年、ビール機械購入のため再び欧州へ派遣される。明治39年、札幌ビール、大阪ビール、日本ビールの3社が合併し、大日本ビール株式会社が誕生した。宇太郎は引き続き機械課長公務部長に就任する。大正8年に、取締役に就任。 大正10年に、常務取締役に就任する。技術重役として大成した。橋本家の人々、昭和16年撮影、ABCDFG 橋本明著、戦後50年、年譜の里面昭和法要天皇あっての平安対112ページ、ABCDEFG、衆議院会議録情報第042回国会本、会議第1号、ハット ABC、 人事更新録ご飯は 85ABC、明治対象人物誌、石光牧雄著、城下の人、ありがとうございます。